なんかやっぱこれ見ると多分これあれですね、自分の人件費も月50万取ろうとしますよね。あ、そう、社会保険とかそういうのをいやだから多分なんかどちらかというと自分の生活は保障してくれよっていうことで社内ベンチャーなのかなっていう気しかしないんですけど。いや僕も言いたかったです違いますかそれすいません、そこはあまり言えないです。まあ、あのコストとして社内ベンチャーとして受け入れていただいた先の企業様のコストとして、まあ人一人50万ぐらい。ご自身のお給料というわけではないということですか。そうですね、当然その給料でもあります。50万給料ですね、多分。はい。で営業にもだから2人分とりあえず50万ずつ払うってことですね、はい、本人ともう一人パートナーと、はい、あともう一人とかこの誰か分かんないですけど営業事務ですか。はい。ということで社内ベンチをする場合月150万が人件費でかかるそうです。まあそれはあの受け入れ先の企業様のその給料体系とかいろいろあると思いますんで、ちょっと目安として書かせてはいただいてるんですけど、まあ基本的には企業様の方に、僕もこの資料を今日初めて見るんですけど、はい、もしかしてこの2500万の中にかなりの割合で人件費が入ってるんですか。そうですね、逆に人件費を除いちゃうといくらですか。1100ぐらいですか。まあぐらいですね、これ社内ベンチャーの場合に人件費をこの中に入れちゃうと、はい、それはそれはそのぐらいにならなきゃいけないわなって話ですよね、はい、ちょっとこれは考え方が違うかなと思っていて、はい、だって企業として新しく事業を始めるときにね、はい、新規事業部を立ち上げた、そこに人が配属されたらそいつの要は人件費払うのは当たり前のことであって、はい、そことちょっとこれは多分切り分けた方がよくて、はい、でもこれですね、社内ベンチャーだともしかしてこれ家賃はタダだから得するねっていうイメージでこれ社内ベンチャーなんですか。当然それその思いがあります。だん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 だ。ただもし、このビジネスが軌道に乗って、最終的に独立するってなった場合に、まあ、引き続きもし事務所の一角をお貸しいただけるんであれば、まあ、その時は当然家賃として、費用は払いますというものです。うん、でも浅山さんが今おっしゃってることだと間違っていて、人件費をここに計上するんだったら社内ベンチャーといえども地代家賃も計上するべきなんですよ。ああそうでしょ、はい、だってこの事業をやるにあたってどれだけのお金がかかるかっていうことなんだから、会社がただで勝つって話じゃないんだよね。起業はしたいけどリスクは負いたくないみたいな、なんかそんなように受け取っちゃうんですよ。多分皆さんもそうだと思うんですけど、最初ってもうこれやるためなら別になんか自分の人件費が一旦いいみたいなぐらいの人たちが多分結構起業すると思うんですね。でなんかお金を出すのって簡単なんですけど、はい、このお金使うのもっと簡単なんですよ、はい、でそのもっと簡単なことをいかに自制するかっていうのが多分経営者としての素質だと思うんですよ、はい、この素質を全く感じないんですよね。だからなんかもし本当に夢でこれマジでやりたいみたいな思ってるのであれば、それなりのやっぱリスクを負ってやってほしいなっていう気持ちです。はい。